皆さんこんにちは、マネアンドゥー TV のよりよりです。本日もお金の勉強一緒にしていきましょう。本日お伝えする内容は、日本で目指すべきはサイドファイヤー、ファイヤーを困難にする教育問題、年金問題の解決策です。著書漫画と図解初めてのファイヤーは、日本でファイヤーを実現したい人が取り組むべきことや、ファイヤーに必要な資産を作るための具体的な方法を解説した本です。今回はその中から1、日本で目指すべきファイヤーはサイドファイヤー、2、ファイヤーを困難にする教育問題と年金問題の解決策、3、ファイヤー後の暮らしを考えるの3点をピックアップして取り上げます。この動画がためになったと思った人はチャンネル登録、高評価ボタンをポチッとお願いします。1つ目、日本で目指すべきファイヤーはサイドファイヤーです。ファイヤーって何か知っていますか？炎ではありません。ポケモンでもありません。 You are fire でもありません。今回紹介するファイヤーは、ファイナンシャルインディペンデンスリタイアアーリーを略した言葉です。 FI が経済的自立、 RE が早期リタイアです。経済的に不自由しない状況を作って、定年を待たずに仕事を辞めることを指します。億万長者になれたら生活のために働く必要はないですよね。でもファイヤーが目指すのは億万長者ではありません。ファイヤーでは資産運用で得られる不労所得で生活費を賄うことを目指します。生活費より多くの不労所得が得られればお金が減ることはありません。ファイヤーのために必要な資産の目安は 4% ルールでわかります。 4% ルールとは、年間の生活費を資産の 4% 以内に収めて、資産を年 4% で運用できれば資産を減らさずに生活できるという考え方です。米国のトリニティ大学の論文を根拠にしたファイヤーを目指す人にはおなじみのルールです。これを言い換えると、ファイヤーのために必要な資産は年間の生活費の25倍となります。例えば年間の生活費が300万円だとすれば、ファイヤーに必要な資産は300万円 ×25 倍で7500万円です。7500万円を運用して年 4% の運用益が得られたら、資産は7500万円 ×4% イコール300万円増えます。この増えた300万円で生活し、7500万円を運用して300万円の運用益を得て、また増えた300万円で生活してと繰り返していけば、7500万円の資産は減りません。これがファイヤーの基本的な考え方です。減らない財布、誰もが一度は憧れますよね。坊ちゃん、今年の300万円財布に詰めておきました、なんて執事のセバスチャンが全部やってくれるみたいな生活を送っている人が視聴者にいれば、コメント欄から教えてくださいね。僕も執事にお世話になりに行きます。ま、それは冗談ですが、7500万円を用意するのは簡単ではありません。30歳の人が50歳までに7500万円を用意するには、年利 4% で運用できたとしても毎月およそ20万円投資しなければなりません。結構厳しいですよね。それにそもそも年利 4% の運用益が毎年必ず得られるとは限りません。仮にファイヤーが達成できても贅沢な暮らしはできませんし、次の項目でも紹介しますが、早期リタイアすると老後の年金額が少なくなることも忘れてはいけません。そこで提案したいのが、サイドファイヤーをすることです。ここまでお話ししたファイヤーは、完全に仕事を辞めて資産運用の収入だけで生活するフルファイヤーです。でもフルファイヤーは大変です。サイドファイヤーは資産運用の収入を得ながらも働き、勤労収入と合わせて生活するファイヤーです。資産運用だけでは不足する生活費の分を稼げばいいのですから、好きな仕事や時短勤務を選ぶなど自由度の高い働き方ができます。例えば毎月の生活費が25万円かかるとして、そのうちの15万円を資産運用、10万円を勤労収入で用意するとすれば、年間で必要な資産運用収入は180万円です。4% ルールならこの25倍にあたる4500万円を用意すれば、資産運用収入15万円は達成できます。 4% ではなく 3% ルールと見積もった場合は、180万円の約33倍、約6000万円を用意すれば良くなります。同じように25万円の生活費のうち10万円を資産運用で用意する場合は、 4% ルールで3000万円、 3% ルールで約4000万円を用意すれば OK です。しかもサイドファイヤーなら、市場が下落して運用益が少ない時も仕事を増やすなどして調節ができます。サイドファイヤーは妥協案ではなく、働き方の選択肢を増やし、やりたい仕事を過大な負担なく取り組む現実的な選択肢なのです。それでは1つ目のまとめです。
ファイヤーでは資産運用で得られる不労所得で生活費を賄うことを目指す。年間の生活費を資産の 4% 以内に収めて、資産を年 4% で運用できれば資産を減らさずに生活できる。日本で目指すべきファイヤーはサイドファイヤー。資産運用の収入を得ながら働き、勤労収入と合わせて生活することでファイヤーが達成しやすくなる上、好きな仕事や時短勤務を選ぶこともできる。2つ目はファイヤーを困難にする教育問題と年金問題の解決策です。子供ができるとファイヤーは難しいと言われます。子供が増えれば支出も増えます。特に教育費の負担は大きくなります。幼稚園から高校卒業までの学習費は全て公立でも約540万円、全て私立なら約1830万円です。学費以外にも何かとお金はかかります。さらに大学の費用に至っては4年間で300万円から500万円程度かかるのです。イエーなんとかなるっしょ、ジャスティスなんて思っている人は、甘い、世界一甘いお菓子クラブジャムくらい甘いよなんて言われてしまいますよ。子供がいる場合はファイヤーの資産形成と教育資金の資産形成の両立が必要です。ですからあらかじめパートナーとどんな教育を行うか、住まいはどうするか、保育をどうするか、教育資金をどう貯めるか、サイドファイヤーはいつ実現するかについて考えておきましょう。資産形成の両立を実現するには2人とも正社員として働くことが大切です。収入が増やせるのはもちろんですが、社会保険に加入するので出産育児一時金はもちろん、出産手当金や育児休業給付金ももらえます。パートでの復帰や3から4年休んでからの正社員復帰は大変です。時短勤務やフレックス勤務などで働く夫が育児休暇を取るなどして夫婦ともに正社員が続けられる道を探りましょう。子供がいる世帯に支給される児童手当は所得制限にかからない場合、全て貯蓄すると約200万円になります。これだけで大学4年間の300万から500万円ほどの教育費の半分は確保できるということです。大学入学資金に取っておくようにしましょう。ちなみに所得が一定以上になって所得制限にかかると児童手当は月5000円になります。2022年10月分からは所得上限にかかると児童手当は支給されなくなります。児童手当でハーバード大学行きたかったな。まあね、そんな児童手当が目当ての子供はいませんが、子育て世帯にとって支給なしは辛い現実です。教育費の負担は確かに大きいのですが、今は支援制度も充実しています。例えば高校の学費の無償化では世帯年収が590万円未満なら最大39万6000円、910万円未満ならば11万8800円の支援が受けられます。自治体ごとの就学援助制度もあります。所得制限は決して厳しくないので、お住まいの自治体の制度をチェックしてみてください。続けて年金問題です。ファイヤーを実現して会社を辞めると厚生年金から脱退するため、厚生年金の給付金額が減少してしまいます。例えば平均年収400万円の人が40歳でファイヤーを達成した場合、65歳まで働いた場合に比べて年金が年間で55万9000円も減ります。もっともサイドファイヤーをする場合、生活費の一部はファイヤー資産が生み出します。退職後もサイドファイヤー中と同じ生活費で生活するならば、勤労収入で稼いでいた額が年金収入で賄えれば OK です。もしも勤労収入ほどの年金がもらえそうにない場合はどうしましょう。スケさん、カクさん、政府を懲らしめてやりなさい。いやいや、水戸黄門さん、政府を懲らしめなくても年金の繰り下げという手があります。年金の受給は原則65歳からですが、65歳から受給を1ヶ月遅らせるごとに増額されます。年金の繰り下げは75歳まで可能です。平均年収400万円の人が40歳で早期退職した場合、65歳からもらえる年金額は年間約118万円ですが、70歳まで繰り下げれば 42% 増の約168万円、75歳まで繰り下げれば 84% 増の約218万円がもらえます。サイドファイヤーが実現できれば65歳以降も無理なく働いて年金の繰り下げをすることで老後の収入を増やせます。
積み立て NISA やイデコを活用するのもおすすめです。積み立て NISA では年間40万円までの投資の運用益が最長20年間非課税にできます。投資先は金融庁の基準を満たす投資信託などです。手数料が安くお金を堅実に増やす期待ができます。イデコでは自分で出した掛け金で老後の自分年金が作れます。積み立て NISA 同様運用益は非課税ですし、毎年の所得税や住民税も減らせます。さらに受け取る時に税金が節約できます。なお積み立て NISA はいつでもお金を引き出せますが、イデコは原則60歳以降にならないとお金を引き出せません。イデコは資金ロックがありますので、ファイヤーのためというよりは老後のお金を盤石にするために活用です。両制度とも節税効果が大きいので優先して利用しましょう。不動産投資を活用する手もあります。不動産投資ではローンを組んで物件を買って人に貸し、得られた家賃収入からローンを返済していきます。有料物件でもキャッシュフローはなかなかプラスにならないので、ローンの返済中は不動産投資だけではファイヤーは難しいです。でもローンの返済が終われば、あとは家賃収入がまるまる収入になるため、少ない年金額をカバーすることにつながります。ファイヤー後や老後の助けになるということです。2つ目のまとめです。子育て家庭がファイヤーを目指すにはファイヤー資金と教育資金の両立が必要。夫婦2人とも正社員で働き、各種手当や就学援助制度を活用してお金を貯めよう。ファイヤーを実現して会社を辞めると老後の厚生年金が少なくなる。老後の勤労収入分を補うために年金の繰り下げや積み立て NISA、イデコ、不動産投資を活用しよう。3つ目、ファイヤー後の暮らしについてです。ファイヤーを実現したら何をしたいですか？とりあえず一日中ぼーっとしてたいよ。ぼーっとするのはありですが、そんな方は要注意です。ファイヤーのために極端な節約や長時間残業を続け、その他の全てを捨ててようやくファイヤーを実現したとします。確かにもうたくさん働かずに済むかもしれませんが、人生の楽しみがなく失った時間を後悔するかもしれません。ファイヤーはゴールではなく人生を豊かに過ごすための生き方なのです。じゃあファイヤー後の暮らしを考えるにあたっていい道具はないの？とっておきの道具あるよ。タイムバケット。タイムバケットというツールは便利なツールです。自分の年齢年代をバケツに見立て、各年代で自分のしたいことを書いていきます。タイムバケットを作ると若いからできること、お金があるからできること、時間があるからできることがはっきりしてくるでしょう。残りの人生で何がしたいかを明確にできます。仕事をしたくないというネガティブな発想でファイヤーを目指すのではなく、ワクワクする人生、新しくチャレンジできる環境を作るというポジティブな発想でファイヤーを目指していきます。そうした考えこそが充実した人生につながるでしょう。僕の場合はですね、50代は世界中を旅しながら仕事したいなと思っています。最後に大事な話をします。年齢が上がるにつれて資産が増えても経験を楽しむ能力は減少していくということです。たとえ50代でサイドファイヤーを達成しても20代30代のような経験はしにくくなります。また若い時の経験は後の人生を豊かにしてくれます。経験を生かすことができる時間も若いほど長いのです。タイムバケットは後悔しないお金の使い方を考えるのに役立ちます。もし莫大な資産を残してなくなったら、その資産を使って得られるはずだった経験を得られなかったとも言えます。それではもったいないですよね。お金は使うために貯めるんです。あの世には持っていけません。ファイヤーでは 4% ルールで資産を取り崩すのが基本ですが、最後は Die with Zero、 全部使い切るという考え方で人生でやりたいこと、たい経験をまとめることをお勧めします。 Die with Zero という本は素晴らしい本なので、ぜひご一読くださいね。最後のまとめです。ファイヤーを達成しても悠々自適な生活にはならない。ネガティブなファイヤーでは人生は豊かにならない。ファイヤーを実現したら何をするのか、残りの人生で何をしたいのかを考え、ポジティブにファイヤーを目指そう。今回は漫画と図解初めてのファイヤーから、日本で目指すべきファイヤー、ファイヤーを困難にする教育問題と年金問題、ファイヤー後の暮らしを考えるについてお話ししてきました。初めてのファイヤーではこの他にもファイヤーを実現するプランの作り方、ファイヤーの資産を築く資産運用の考え方、無理のない具体的な節約術、サイドファイヤー中の資産管理の方法など、ファイヤー実現のために必要な情報が満載ですので、ぜひお手に取ってみてくださいね。今回の動画がためになったと思った人はチャンネル登録、高評価ボタンをポチッとお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。
See you!